福井県立大学どうですかメンバー限定動画配信中あなたもメンバーになって限定動画を見よう今日は福井県立大学を紹介しますまあ中部地方では県立高校などを中心にそれなりに行きたい人の多い大学です恐竜学部ばっかり有名ですが実際にはいろんな学部持ってまして 2025年に勝山に恐竜学部ができます。まあこれは国立大にもないし大人気にはなるでしょうね。規模は小さいのでなかなかの倍率になるんじゃないでしょうか。2026年には地域政策学部、地域イノベーション学科を福井駅前のビルに作ります。で、以前からあるのが経済学部、経済学科と経営学科。農学部系の生物資源学部、生物資源学科と創造農学科。 海洋生物資源学部。海洋生物資源学科と先端増養殖科学科。まあ、これは水産学部ですね。そして、地元のニーズ、看護福祉学部。看護と社会福祉ということで、まあ、あの、ちょっと変わった学部構成なんですけど、キャンパスは、福井大学の医学部からほど近い、福井市の隣、永平寺町。ここが本部で、1年生は全員ここで過ごすはずです。で、2年生になると、 あっちこっちへ飛び散っていきまして、まず、恐竜は勝山。それから、地域政策学部は福井駅前。創造農学科は、阿波ら市ですね。あの、福井県の北部ですね。そして、海洋生物資源学科は、小浜、若狭ですね。さらに、先端像養殖科学科だけ、同じ小浜でも、さらに奥地の勝見キャンパスというところですさまじいタコアシ大学になってるんですけれども、そうは言っても、本部の方に、 経済と生物資源学科と看護福祉は残るわけなので、ユニークな研究をやってる特殊な学科だけは県内各地のキャンパスへ飛び散っていくという感じですね。恐竜はそう、しょうがない。そして水産系も、なんというか県の水産試験場みたいな感じで、まあ、タコ足キャンパスになっとるわけですね。で、なぜこういう不思議な学部学科構成になっとるかというと、福井大が悪いんです。まあ悪いって言っちゃいけないんだけど、 福井大学にもともと教育学部と工学部しかないんですよ。悲しいかな。今は福井医科大を合体したので医学部、それから看護学科、さらにまあ国際地域学部というなんかこう寄せ集め文系学部ができましたけど、要は経済がないんですよ。福井県。なのでまず経済が必要である。だから福井県立大学に経済経営ができました。そして農学部がないんですよ。 なので生物資源ができたわけですね。さらに今度できる地域政策は、まあ、いわば法学部の保管で、まあ、例によって地域おこし町づくりっていうのをすごく強調しておりますが真の狙いは福井県内の高校生を福井から出さないことです。福井県の高校生はとにかく大学進学で福井県から出ていってしまうんですね。トップ層はそれこそ越志藤島武夫は福井大学では満足できませんから 東大、京大、金沢大、名古屋大とかに出ていっちゃうわけですね。で、中間層も他県に出ていっちゃうわけです。この中間層を食い止めるための国際地域学部。確か1期生は6、7割福井県民だったわけで、他県からわざわざ福井大学国際地域学部入りたいという人は、そんなにはいなくて、結局地元福井から賢い2番手、3番手高校生出したくないわけですよ。そのための地域政策、経済という匂いがプンプンしますね。 別に悪いといとうつもりりはありません福井県がやってる福井県立大ですから地元の人が多いのは当然ただ国立大学よりは入りやすそうということで他県から狙われる面はあると思いますね経済経営それから農学水産系ですねでは福井県民にとっては県内の公立大ということで重要な進学先であるのは分かるとして 他県民が行く価値があるかどうかというところですね。まず経済学部です。経済経営なんですが、ここ、国公立前期日程で文系三教科入試なんで、正直魅力的なんですよ。中期日程で高崎経済みたいなことを考えてる人が、受かりやすそうだから中堅学力層が行くっていう面はある。ただ、どうかなまあ、都会の人は地元の良い私立へ行っちゃいますよね。あとはそうですね、 滋賀大や富山大や金沢大の経済行ける人もそっち行くでしょうね。ということで、福井県民のためにある大学なんだから、他県民が受かりやすそうみたいに目指したら気の毒かなという気はしますが、別に受験するのを止めるわけにはいかない。ということで、経済経営。正直言うと、正直あの、全国的に見ると、経済学経営学でインパクトがあるかって言われるとあまり聞かないんですけど、地元にとっては、福井大に経済学部ないんだからしょうがないだろうということで、必要だと思います。 生物資源は、北陸三県って、金沢大学ですら農学部ないんですよ。困ったことに。金沢大学に農学水産欲しいんですけどね。それっぽいのちょっとはあるんですけど、本当の農学部、水産学部ではない。で、海洋生物資源も、まあ、国立大学の水産学部も検討しましょうね。長崎とか、下関の水産大学校とか、実は水産が学べる三重大とか、高知、広島、北大、いろいろあるよっていうとこですが、まあ、 あの県が力を入れてる海洋生物資源学部悪くはないかなと、えー。看護福祉。これも基本的には福井県民のための看護と福祉の学校なんで他県民がここだったら入れそうみたいに目指すのはまあ申し訳ないような気もするけど別に受験はできますからね。恐竜学部。これはしょうがないです。これは福井県立大学のなんていうかもう目立つために作ってるわけでオンリーワンの。あまたの公立大学がパッとしない中で。 光り輝く目立ち方、恐竜学部、これはしょうがないです。ということで、で地域政策は、まあ、福井県民に外に行ってほしくないんだろうなという感じのユニークな福井県立大学でございまして、えー、公立大学の中には規模が小さい大学も多いんですが、なかなかの規模の総合大学です。まあ、そんなわけで、福井県立大学、いいんじゃないですかという話でした。